久々に動画投稿、再開していきたいと思います。はい、ということでね、今回はですね、もう去年、いやもう2年ぶり以来かな、久々にね、架空請求業者から僕宛てにメッセージが来ました。こちらの方なんですけども、リスナーさんとかによくツイッターの方でね来るんですけども、最近こういう iPhone のメッセージからねよく送られてくるっていうのをねよく聞くんですけども、僕もついにその仲間入りを、しました。はい、ということでね、今回は、こちらにね書いてあるメッセージにありがたく電話番号が書いてあるんでね、今回は電話していきたいと思います。まあ、とは言っても、もう大体なんかもう、僕って前から結構架空請求の動画上げてるじゃないですか。大体の人はね、もう多分いつも通りの感じだと、もうみんな飽きてると思うんですよ。なのでね、今回はちょっと違うやり方で今回は架空請求業者を退治していきたいと思います。では、やっていきたいと思うよ。なんか、僕ってチンコみたいな顔してますよね。はい、それではね、かけていきたいと思います。それ久々にかけるんで、ちょっとめっちゃ緊張するんだけど、大丈夫かな、ちょっと。いきます。はい、ということでね、今回は、ショタボで男の子の声でやっていきたいと思います。あ、もしもし。あのメールが届いてたんで今お電話したんだけど、これどういうことなんですかね。それとも、お客様メールに書かれてた内容はご覧になられましたか。メールの内容って言ってと、ハード、はい、はい、見ました。メールが届いてたんです。あ、ちょっと待っててね。なんかその内容っていうかね、英語で書いてました。はい、わかりました。F9382 です。はい、僕の名前は宇田翔太です。はい、わかりました。ま、はあ、いや懐かしいね、この保留音みたいな。ま、はい、それではお客様、私確認したんですけれども、はい、成人向けのサイトをご覧になられましたよね。成人向けって何。大人向けのサイトです。そんなのしたかな。でもね、僕の携帯ママが管理してるから分かんない。お母さんが管理してるってことですか。とだって僕まだ小学校6年生だから。ご利用って何ですか。利用額って何のことか。大人向けのビデオを買ってるんですよ。そのお金は僕払わないといけないってこと。いくら払うんですか。確認したところですね、お客様ご利用料金が、はい、12万2000円に確定しておりまして、1200円。違います。ちょっと待って、よくわかんない。1200円じゃなくて。じゃなくて12万2000円ですね。僕そんなに持ってないよ。どういうこと。意味がわからない。僕ちんわかんない、わかんない、わかんない、わかんない。どういうこと。お母さんに12万2000円をお支払いいただく必要があるんですよ。ちょっと待って、ママに怒られる、それバレたら。それちょっとなかったことってできないんですか。難しいですね。確かに利用されてますので。いやだって僕お小遣いだって毎月500円なのに。それだったら月500円だから、僕ちん月のお小遣い500円だから、1、2、3、10
20年かかるんですけど、それでもいいですか？ダメって言われた。ママに怒られるよ。お願いします、なかったことにしてください。びっくりしておちっこ漏らしちゃった。もうおちっこ、おちっこびっくりさせすぎだよ。ママに伝えとく。ママだったらいつお金多分持ってるから。全部聞いてみる。あ、パパ帰ってきた。パパおしっこ漏らしちゃった。おお、翔太、お前小6にもなってんの、またか。お前毎日毎日おしっこして。だってね、変なおじさんから12万円払えて電話してきたんだよ、このおじちゃんが。どういうことだ。ちょっと俺に電話かかれ。お前なんか悪いことでもしたんじゃないのか。ちょっと貸せ。はい。おい、もしもし。お前うちの息子に何かしたのか。ビデオの代金回収ってなんだ。ご子息様が利用されているので、ああ、私の方で代金回収をさせていただいているんですけども、その方では今回、うん、ご子息様にお電話させていただいてますか。翔太、お前なんかやったのか。え、何もしてないよ。まさかお前、架空請求じゃないのか。本当にご利用があったので、お電話させていただいたんですよ。そんなもん小6のやつが使うわけないだろうか。貴様、息子が出勤すること泣かせたのか、お前は。てめえ嘘つくんじゃねえぞ。息子が大泣きしてるぞ。いやいやいやなあ翔太、そうだよな。おじさん怖い声で話したもんな。うん、多分悪い人だよこの人。いや、しかし、しかしですね、お客様払わんと言ってんだが。いい加減しろお前。あらやだ、あんた何してるの。聞け京子、翔太に架空請求業者が電話かかってきてんだよ。あらやだ。ちょっと電話代わってもらってもいい。あ、もしもし、そうですけども、あのね、もしもし、あのうちの翔太に何をしたんですか、あなたは。あのね、うちの息子ね、おしっこ漏らしちゃったのよ。びしょびしょよ、もう。いや、あの申し訳ないじゃ済まないのよ。あのね、旦那も言ってましたけど、あ、払いませんからね。あとちょっと一つお尋ねしたいんですけども、あのそれより息子の下着代のクリーニング代出していただけるんですか。あなたのせいで翔太くんね、おむらししちゃったのよ。しかしですね、いや、あのしかしじゃなくて、いいですか。はい、私の翔太くんのパンツはルイ・ヴィトンのパンツとアルマーニのズボン、合計でいくらだったかしら。13万円くらいだったわね。あらやだ、ちょうどご利用代金と同じじゃないですか。いや、関係なくないですよね。あなたのせいで翔太くんは失禁しちゃったのよ。もうそれで、あの利用代金を帳消しにしてちょうだい。そうだそうだ、京子頑張れ。ママ、頑張れ頑張れ。いや、失礼すんなお前。おい、こら、あ、切られた。成敗大成功、みんなもやってみてね。お前らチャンネル